いいけなー1年半前から準備をしてきまして、脚本が上がったのがまあ去年の頭とか、まあ、そのぐらいだったと思うんですけれども、なんかこう、その時はまだ先だなと思っていたんですけれども、まあ、あっという間に時は過ぎて、こう、今日初日を迎えるわけなんで、まあ、いろんな気持ちですね、本当にこの、なんか自分の力だけじゃなく、本当にこのキャスト陣だったり、本当にスタッフさんたちに助けられて、めちゃくちゃいい作品ができたと思っていて、まあ、自信を持って、もちろん劇場に持ってきたわけですけれども、まあ、その反面、ちょっとドキドキもね、あるなというふうに、なんかいい感じの高揚感が、はい、今は高まっております。いいキーチョン感を持って頑張りたいと思います。今、キーチョン感言わへんから。もうね、限界って酸素が足りてないみたいですね。すみません。申し上げます。笑いあって、シリアスあって、笑いあって、シリアスあって、ずっと繰り返していくし、で、衣装も安定してないというか、もう本当にスニーカー履かされてますし。見出しがこの舞台不安定が。フードもあるし。でも芝居は安定しますよ。本当ですか。安定しております。これはもうそうでございます、本当にね。なので、こういうなんか新しい斬新な感じがこうお客様にどう届くのか、非常に楽しみですね。こう舞台のセットもめちゃくちゃ華やかですし、キャストの皆さんもすごい熱量があって、照明も皆さんのいろんなことに負けないように、おつねっていう役を全力で演じないと、これはもう潰されるなって思ってます。もう毎日が千秋楽のような気持ちで、まあ、どっちでもいいんですよ。どっちでもいい、なんか悔いの残らない、ね。いつ公演が中止になってもおかしくない。それぐらいの気持ちで、サボらず最後まで走り抜けたらなと思ってます。いや僕初めてでしたので盾がもういやもうプレッシャーしかなかったですけども周りの皆さんに助けられながら頑張ってますけどまあ大変でしんどいです。ハイテンポハイテンションなんかさっきからしんどいですばっかり出てくるからなんか僕すごい悪い人みたいな